皆様お待たせをいたしました。ただいまからトップアスリートと連携した温泉入浴によるリカバリー効果の検証をテーマに、女子サッカー日本代表なでしこジャパンの帯同ドクターをされていらっしゃいました国立病院機構西別府病院の松田隆夫医師によります講演会を開催させていただきます。それではまずはゲストをご紹介します。日本競輪選手会大分支部所属の大竹慎吾選手です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてお隣は日本パラパワーリフティング連盟アスリート委員会の城隆委員長です。よろしくお願いいたします。ではここからの進行は松田先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、松田と申します。先ほど、ご紹介いただきました、私あの、西別府病院というところで、スポーツ医学センターのセンター長というのをさせていただいております。あのご紹介に預かった中にですね、なでしこジャパン日本女子のサッカーの代表のですね、帯同ドクターをさせていただいたということで、ということでスポーツの仕事をさせていただいたんですけれども、私はもともと産婦人科医でございます。で、あの女子の、アスリートについていろいろ研究をしたりとか、そういうことをやっていたんですけれども、昨年、別府の熱いお風呂をアスリートに勧めたい、で熱いお風呂は体に悪いと言われているんだけど、じゃあ草津とか別府とか熱いお風呂はなぜ廃れないのか、なんか体にいいことがあるからじゃないかというふうに思ってですね、そう思っておりましたところ、ちょうど前に座っておられる市長からですね、無理押しでですね、で、私があまり見たことのない男の選手をですね、で特に競輪の選手を去年はですね、当てがわれたって言ったらもう大変失礼なんですけれども、素材が私にとってですね、女の子ずっと見てたのに、どうしてこういう、こう筋肉のいっぱいモリモリな男の人を私に見せるのかというふうなことは非常にこう大変なことだったんですけれども、おかげでですね、私の大変勉強になりました。あの今女性アスリートの問題というのは、痩せた女の子の話しかなくてですね、でそういう今度筋肉がいっぱいある女の子の話はなかなかなかったところに、非常にいい筋肉だらけの、だから、まあ、お座りになられている方々は、普通アスリートはちょっと20代30代が多いんですけど、あんまり言うと悪いですよね、ちょっと年齢が上がってもスポーツ頑張られている方なんです。でどうしてこんなに頑張られているのか、ち競輪界のレジェンドとパラアスリート界のレジェンドの方に、実験にですね、今年はですね参加していただいて、なぜあの2人が頑張れるのか、で我々同じような年代の方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、その秘密をですねぜひ探って、それを、温泉を利用することによっていかにですね、こういう効果に上げていこうかというところで、非常にいい検体になられたお二人に来ていただきましたので、今日はその感想をですね、あの普通あの講演って私がお話をしてその後ご意見を聞きますという形にするのが普通ですけれども、今日はですねちょっとその都度その都度これどうでしたかとか、それからちょっともしかしたら話が脱線するかもしれませんけれども、ちょっとその話をしていきたいと思います。大竹さん、城さん、ちょっと一言なんか今回の、のに参加されてちょっとどうだったかということもしよければおっしゃっていただけますか。私ですね、今回初めてあの温泉ですね、あの先生から勧められて、温泉を、10分間ですね10分間入って、あのでそれであの、データ取るということで勧められたんですけど、最近もう先生が勧められた10分間温泉にしっかり入ってあの体をリカバリーするっていうのが、こう、毎日の習慣になってしまってですね、結構あのウェイトトレーニングとかも毎日ほとんど毎日と、あと、車椅子マラソンの練習も、ほぼ毎日やってるんですけど、毎日の回復できてる気がするんですね、はい。非常に効果あるんじゃないかなと、今ずっと進められてその経緯を続けられている状況です、はい。あんまり答え言わないでください、ね、
あのジョーさんは、今度車いすマラソン出られるんですよね。でその後に あのパワーリフティングの大会がまた待ってますんで、二刀流されてる感じ。じゃあ大竹さん。はい、あの実験体 B の大竹です。53歳です。まあ先生 の, あの、まあ、実験に参加させてもらってその、水を飲みな飲んで、あ体重、まあ、80キロなら 800cc 飲んでお湯に浸かる、まあ、結構これきついんですよね。あの水を飲むのも10分間浸かるのも、あしかしその後の、汗の出方とかが、まあ、サウナとかと違って、あいい感じだなっていうのもありまして、その後はもう目いっぱいハイボール飲むんですけども、 その実験結果もありますので、ゆっくり先生から話をお聞きください。お願いします。あ、どうもありがとうございます。じゃ あ, 話を進めていきたいと思います。ちょっとスライドを見ながら言っていただくんですけど、あの熱いお風呂、熱い湯、熱王じゃないですよね。熱盛りでもありませんので、パクったわけじゃありませんね。あので熱湯の勧めということでやらせていただきます。トップアスリートと連携した温泉入浴がリカバリーにいかに効くかということを検証していきたいということで、今回の実験をさせていただきました。まず最初にですね、どんな感じのことかを、ポリシーはですね、いいあのスポーツをすることは、まあ、何なのかということを考えていくときに、やっぱりですね、体を動かすにあたっていい筋肉を作ること、男の子も女の子もスポーツをするということは、まあ、あのやっぱり体にとっていいことですということなわけですけれども、何がいいのか、実際いいのかというところで、やっぱり筋肉はですね、壊されないと新しく作られませんよ、ちのポリシーですから、いくらタンパク質をいっぱい取ったからといっても絶対筋肉はついていかない、必ず壊して建て替えをしていきますよというのが、ベースでですね。でその筋肉は今まではその動かす臓器だというふうに思われてましたけれども、これは鉄とですね、タンパク質を実は貯蔵して、まあ、とよく骨がカルシウムの貯蔵庫って言われるんですけれども、筋肉もですね、いい筋肉を作ると鉄とタンパク質が貯蔵される。その考えに至ったのは大竹さんのこのめちゃくちゃいい体の、あと競輪選手のめちゃくちゃいい体のおかげなんですけれども、まずはですね、リカバリーの重要性。皆さん要するに頑張ってトレーニングをするんですけど、単にトレーニングしたら筋肉が大きくなるのかって言ったら、それはですね、必ず養わないといけないです。その後に作り直す、要するに運動して練習して激しく練習するってことは筋肉を壊してるだけで、要するに壊した、だから壊したから建て替えします。でその建て替えがですね、やっぱりうまくいかないとやっぱりスポーツの筋肉は落ちてくると。でそういういい筋肉を作られているので、40代50代になってもスポーツして頑張れるということになる。でここにちょっとポイントがあるんですけれども、人間の体はですね、どういうふうになっているかというと、リサイクル素材でできてますっていうこと。よくタンパク質プロテインを取ったら筋肉つくかなってなるんですけど、実はですね、タンパク質は食べるものの3倍はリサイクルです。それからよく貧血、スポーツの選手貧血、私女子のことなんでよく貧血のことやってたんですけど、貧血になるならないということは、その鉄剤を取るとか取らないとかいうことじゃなくて、実はいい筋肉を作っとけばですね、実は食事から取る24倍も再利用になる。ということは、いかに再利用をきちんとやって、いい筋肉を作って再利用するかということが非常にポイントになるわけですので、いくらトレーニング頑張るって頑張って一生懸命追い込んで一生懸命トレーニングやったとしても、そこに今度その壊す後に建て替えして作るというところから、それは食べることも大事なことなんですけれども、その食べたものからできている筋肉が壊れた分をいかに再利用するかということは非常に大事なことなんで、これあの鈴木先生という栄養の先生が言ってるんですけど、5階建てのビルを壊しましたよと。でその壊したやつを建て替えをしていって、なんとか今度は7階建てに変えちゃう、そういう形に持っていかないと筋肉はつかない。ですからそこの部分をいかにリサイクル素材を持ってくるかということが大事なことということになります。それでここからがまず競輪の方たちの特徴です。ものすごい筋肉だというところの筋肉の評価というのはですね、筋肉の評価どうやってやってるかというと、いろいろまあ今、体組成を測る機械とかいろんなものがあるんですけど、私ちょうど血液を取らせていただくのが、吸血鬼と言われるぐらい血を取るの好きなんですけれども、血を取ってみるとですね、まあ、その人の顔だけじゃないいろんな性格が分かってきます。これ競輪の方たち今回ですね、こうやっていっぱいこう測らせてもらったんですけど、クレアチニンというのがあってですね、クレアチニンというのを測るんですけど、クレアチニンというのは筋肉の中に入ってます。
でクレアチニンリン酸がクレアチンに変わるときにそこでエネルギーというのが出るんで、クレアチンがいっぱいある方がいいちょっとあの筋肉ということを言えます。で大体ですね、クレアチンを体重で割るとですね、48キロの人は 0.48 ぐらいになるから、比率としてそれで 1% ここパーセントなんですけど、パーセントで11なるのが大体普通なんです。よくあの健康診断とかでね、あのクレアチニンというのは腎機能というので入ってるんですけれども、その腎機能じゃなくてですね、その腎機能というのはこれあのおしっこの中に出ていくのでね、腎臓の機能を見てくれるんですけど、おしっこで出ていかなくなったら溜まってくるんですよ。ですけどおしっこ腎臓が悪くない人、このクレアチニンというのを見ると、私は48キロだからって見たらですね、クレアチニンの値は 0.48 というのが大体普通なんです。だ中にはですね、筋肉的に多くない方もいらっしゃるんですけど、ちょっと体調が悪い方にもあるんですけど、大体の方たちがですね、普通 1.1 っていうことは50キロの人で大体そのそういうとこでいくと 0.55 とかなるんですけど、大体80キロから90キロぐらいの人たちなんで、この値がですねものすごく高いんです。これ普通の人は大体1か1以下ぐらいになってきます。でこの値を見ると筋肉量がたくさんあるなということが一応わかるわけですね。大竹さんまだこういう話してなかったですね、はい、今度はあのもうちょっと詳しく説明しますんで、はい、でこれがですね筋肉量が多くてというと、うん、あれになります。で、この筋肉から多いよというやつが、今度貯蔵鉄というやつが出てきました。で筋肉が最高素材って書いてるんですけど、本当に競輪の選手の方たちはその筋肉は最高素材なんで非常にいいですというと、この一つがですね、先ほど鉄とタンパク質を貯めているところが筋肉ですよというふうに言いましたけれども、このフェリチンというのは体の中に、普通はですね血を取ったら血清鉄って血の中に入っている鉄分っていうのを見たりするわけですね。それじゃなくてこのフェリチンというのはですね、体の組織とか主には肝臓とかですね、細胞の中に入っている、鉄の値なんです。でこれはですね大体、男の子が50ぐらいで、それから女の子30ぐらいが、まあ、普通に何も運動してない方たちの値になります。だからまだあの高校生、これあの野球の選手を16人集めてきたら、まだこう高校生はまだその貯蔵鉄があんまりまだないんですよね。結構筋肉がついてたとしてもあんまりいい筋肉じゃまだなってないので、高校生というのは大体30とか40ぐらいの子が非常に多いです。ですのでまだ筋肉としてそのすごくいい筋肉になってないということになるんですけど、驚くことにですね、これ去年の値で、これ今年の値です。でちょっとかぶってる人とかぶってない人がいるんであれですけど、去年見た時には140ぐらい、これはものすごい鉄の量です。筋肉体の中に溜めてるよという量です。あのマラソンのすごい選手というか、オリンピックで金メダルだった高橋尚子さんという方いますよね。あの方女の子、女性なのにこの値が180ぐらいあるんで、めちゃめちゃ鉄分を持ってましたっていう人なんですけど、かなり持久力がある。で今度今年を見たらですね、あの先ほど言いましたけど、皆さん去年やられた方がまた今年もやってくれてるって方が多いんですけど、おそらくですね大竹さんみたいにあのやっぱ風呂に入った方がいいなかなと思ってやってくれてるんだって私は固く信じてるんですけど、そういうやり方をしたら今年の選手たちはまだ上がってるって、めちゃくちゃいい筋肉ですよね。もうなんか惚れ惚れ、そのよく最近テレビに、ね、筋肉大好きなあの人がいっぱい出てきますけど、僕も別に筋肉好きじゃないんですけど、こういうの見るとですね、すごい人たちだなというふうに思ってきてますね。ちょっと上に高校生いるから思っとってね、頑張って筋肉いい筋肉にしないと、こういう筋肉になるのが大事なことなんですけど、こういう、すごい筋肉の持ち主たちなんですよということが一つ。それからもう一つですね、ちょっとこうあんまりちょっと勉強の話ばかりすいません。でもう一つ競輪選手すごいのはですね、今度体の中でですね、赤血球、要するに 血が壊れるんです。要するに運動するとね、運動すると壊れるので、よく今まではですね、走りすぎたら足の裏でね、赤血球が物理的な要素で、だから、トラックで走るときはいいんだけど、陸上の、じゃなくて道路で走って、アスファルトで走ると足の裏で
昔ですね、軍隊の方たちが要するに行軍貧血って言ってですね、長い距離歩けっていう要するに訓練があって、その後にみんな貧血になったよっていうことがあったんで、足の裏で壊れるって言ってて、それはスポーツ医学の中で当たり前ってなってるんですけど、したら水泳選手は絶対貧血にならないのかって言ったら、そんなことないですよね。でどこで起こるかって言ったら、筋肉の中で乳酸が溜まったら化学的に赤血球が壊れますよ。なんで筋肉が多い人たちは赤血球が壊れやすいんだから、筋肉の中に乳酸が溜まって、乳酸溜まると酸性になります。で赤血球の膜は酸性に弱いので、足同士って言うんですね、そういう状況になると壊れます。で壊れたものはさっき言いました、24倍食べた鉄分よりも再利用が多いって言いました。赤血球の中に入っている鉄分というのはですね、再利用さえしてくれればいいんですけれども、再利用するときに一つ必要なものがあります。ハプトグロビンというやつがいるんです。体の中のハプトグロビンというのは要するに、体の中にあるタンパク質ですけども、ちゃんと食べててタンパク質がちゃんとあったら、壊れた鉄をもう一回利用することができますよということなんです。これは溶血性貧血という時、壊れた時に起こると、これが低くなる。普通は低くなります。でちゃんと食べてなかったら低いままになっちゃうので、せっかく利用できる、再利用できる鉄分を利用できませんということになるんです。だからちゃんと食べててっていうふうにならないといけないんで、こう見てみると女子高生、今度女子高生も入りましたけど、ハプトクロビンめちゃくちゃ低い人たちばっかりなの。もうちょっと君たち食べなさいって言うんですけど、私あんまり食べると太るんですとか言う人多いんですけど、これちゃんと食べてこのハプトグロビンをちゃんと合成しとかないと再利用できませんよ。ただ競輪の方たち、ちょっと今年はですね、この差は何かって言われると、今度はちょっとまた言い訳をするんですけど、これめちゃくちゃ暑いで、去年は秋にちょっと実験させていただきました。で今年はちょっと夏場の本当にクソ暑い時にやったんで、それでも食べてるんだと思うんですけど、こう、まあ、一応、ちょっと下がってますけど、こうやって高いレベルですね、だいたい70前後ぐらいあってほしいんですけど、非常に高いレベルでってことになるので、めちゃくちゃ食ってるってことになる。なのでこういう能力が高い人たちなんですということで、競輪の選手たちを見させていただいたおかげでですね、こういうことに気づきました。私も去年までこれよく分かってませんでした。でこういう状況の人たち、今ですね、プレシージョンメディスン中、ちょっとこういろちょっと横文字であれですけれども、ある一定の人たち、みんなに効きますよじゃなくて、ある一定の特徴を持った人たちにどういうことが効果があるか、よく抗がん剤とかなんですけど、抗がん剤はこのがんの種類には効きますよという、最初にですね、この薬使ったら副作用が出る人だとか、ちゃんとこの人は効く人だっていうのに分かった人に向かってどういうふうにしますかという、医学というのが流行ってきているので、今まで医学はですね、100人使って薬が1人でもなんかアレルギーが出たとか悪かったって言ったら、これはちょっと使えない薬ってなってたんですけど、ある一定の人を絞ってこの薬、この効果が出てくるかということをやっていくと、みんなに効くわけじゃないけど、要するにある一定の人たちには非常に効きますよということが分かってくる。なので今回、私が去年はあてがわれたと言ってしまいましたけれども、今年はですね、そういうのを比較したりとかすることによって、ご協力いただいた競輪の方たちのおかげでですね、いろんなスポーツ選手の特徴が分かってきて、そういうような状況の人たちには効果がいいよということが分かるよ。ですからこのめちゃくちゃいい状況の人たちの条件でやってますんで、まあ、みんなに効きますはないんですけど、だけどその効果がどういうふうに伝わっていくかということを見ていきましょうかということになります。で、暑いお風呂というふうに言いましたけど、暑いお風呂めちゃくちゃ暑かったですよね、大竹さん。自分が入ったの41か42度ぐらいですね、はい。はい、暑いお風呂にですね、要するに入っていただいて、その暑いお風呂っていうのが夏に42度、別府の温泉44度とか高い温度はしますけど、やっぱ暑い夏場で42度だって結構暑くてですね、相当汗出ますよね。いや、ちょっと辛かったです、練習よりも。なので、まあ、お年を召した方は決してちょっとこの条件でやれとは言いませんので、決して無理はしないでいただきたいんですけど、この高筋肉の人たちに、どういう形を取ったかというと、42度のお風呂に、分けてもいいですから10分以上入ってくださいと。で使ってください、肩まで使ってください。
相当大変だったと思うんですけども、そういう形の条件を取らせていただきました。で、そういうところでどういう効果が出てきましたかっていうところが今度のこのスライドになるんですけど、上がですね、ちょっと上級とか中級とかちょっと書いてます。ちょっと あまりこう大きい声で言わないでくださいね。ここの上の方たちはもともとのベースがいいので、これ何をしたかというとですね、血管内機能っていうのを見ました。血管の開き方が、開きがいいか悪いか、ただ要するに開きがいいよっていうことは血の巡りがものすごく良くなりますよっていう形のね、結果になるんですけど、この値がですね、皆さんここが去年の介入前介入後、今年の介入前介入後なんです。た時にもともとですね、その、熱いお風呂に入ろうと入りまいと、この時は結構良かった人もいますけど、ここはですね赤になっているというのはみんな上がった人なんです。この血管内皮機能というのは血管の開き方ですね、が開くということは血の巡りが良くなる用地値がものすごく変わってくれた。熱いよという中にしっかり使ってくださいということ、緊張するんでですね、そういうところで、今度お風呂から出た時のこう血圧 の 血管の開き方、これもともとはですね動脈硬化になる前に測る指標なんです。ですからあんまり中にはちょっと動脈硬化近いなっていう人も中にいるんですけど、これちょっと年齢と関係しますので一概にこう全部の値はあれですけど、少なくとも上がっていってますよという状況で、それから今年もですね上がっているのは、もともとだからすごい能力の高い人たちはあんまりそういうところに関係なくて大丈夫っていうことなんで、もともとそういう能力が備わった人たちだったので少しデータが出なかった。だから今年めちゃくちゃ暑かったんでですね、やっぱりかなり疲労な度合いがあったんで、ここの開き方はどうだった時にやっぱり皆さんこう疲労回復の、一つの指標になりますけど、そういう血管の開き方が、こういう形をとってます。でこの開き方についてどういうことなのかっていうことを言うとですね、この入浴効果と睡眠の関係、今回睡眠が良くなったよっていう話を書いてるんですけど、リカバリー効果、要するにリカバリーする、さっき作り直しますよって言った時は練習終わって休むってこと、食べることと休むことが大事なことですけど、一番疲労回復に効果があるって言ったらもう寝ることだっていうふうに皆さん大体わかるんじゃないかと思うんですけど、そういう効果が上がるかどうかってことになる。した時にどういう効果で見ると、眠るという仕組みが実はですね、皆さんあんまり実は分かってないかもしれませんけど、寝るときはですね、ちょっとこれ他の先生の本から取ったやつなんですけど、これ深部体温と言います。深部体温というのは体の中の温度ですね、まあ、ですから脳の温度と思ってもらえばいいんですけど、脳の温度が下がっていくと眠たくなってくるわけです。脳の温度で、その脳の温度がずっと下がってきましたよって下がってくると眠れるということになる。でその眠れる効果はですね、じっとしとくと、特に夏場はですね自然に温度下げるって言ってもなかなか下がりませんよね。なのでここの皮膚の血流の温度 と、一致するというふうに言われています。でそれでその血管のところを測ったわけですけど、体はですね要するに筋肉で要するに熱を作ります。筋肉で熱を作るので、その筋肉で熱を作ったやつをこの手足から放散して汗をかいて、ここで熱がさ、要するに下がって、下がって皮膚血流量が上がることは要するに血行が良くなって汗がかけますよ、それでそこで汗で要するに温度が下がっていきますよということでこう下がっていくわけ。そういう時に暑い時に熱いお茶を飲んだりする方がなんとなくこう体がスッとするとかね、そういうこと言いますけど、だから 今まで以上に暑い状況にしてあげて、夏場に暑いのは我々高校生ぐらいの時に合宿して、夏合宿ちょっとまだ冷房のない時代だったんで、よく校舎のコンクリートの上で寝たりとかですね、普通に寝てるともう要するに雑魚寝みたいな状況で合宿とかしてる時に、暑くて眠れないよって言った時にその涼しいところに行ってなんとか寝ようとしてっていうのはですね、それは要するに体の温度を下げたかったわけ。だから
女性は冷え症ですって言いますけど、冷え症というのは要するにあんまり温度が筋肉で作れないのでちょっと冷え症気味になるんですけど、逆に筋肉のある男の人はなかなか温度が下がらないので、今でこそクーラーがあったりしますけど、昔はなかった場合は、そういうのがなかったんですから、そういうところでいくと、じゃあなおさら暑くしてやればいいじゃんって思ったら、やっぱりちゃんとそういう仕組みが睡眠の中で出てるわけですね。ということは、あまり、あれですけど、一応温度を上げてあげますよ、体の温度を自然に下げますよがしにくいんなら、無理やり上げてあげたら反動で下がるでしょという形で、この下がり効果というのを見ていって、こういう下がりますということをするのに体の温度を上げましょうかというふうにしてるわけで、サウナ、じゃあサウナでいいんかとなると、サウナの場合は皆さんその後すぐ水風呂入りますよね。別府の温泉、普通の温泉、市営の温泉の横に水風呂を置いているとかあんまりないし、まあ、冷たいシャワーかける方いらっしゃるかもしれませんけど、暑いので暑いままなんですね。暑かったですよね、だからその温泉入った時に。ですからその暑いのが自然に下がっていって汗をかく時に、水風呂に入るとですね、この汗をかく穴を閉めちゃうんですね。ですので、その閉めちゃうことをやっちゃうと体に熱がこもってしまいますから、深部体温下がらないということになるので、暑いまま自然に下がっていくのがいくと、こういうふうな下がり方してくれるので、これが眠れる効果につながります。その眠れる効果は、今度体の疲れはですね、このちょっとこれ見にくいですね、そっちのやつもちょっと見にくいですから、ここの高いところが起きている状態、ここがレム睡眠ってちょっと浅いやつですね。レムっていうのはラピッドアイムーブメントなんで、目がギョロギョロって動く時があってですね、それはちょっと眠りが浅い時です。で、深い眠りの中が、ノンレム睡眠の中にも浅いノンレムと深いノンレムとあってですね、最初の90分間ぐらいの間にいかにこの深い睡眠に持っていきますかって、この深い睡眠に入るのが疲れが取れて、この時に子供でいうと成長ホルモン、よく寝る子は育つ中成長ホルモンがここで出てですね、でここのところで、ちょうどタンパク合成とかをいっぱいしてくれるということは、なるべく速やかに眠りたいということですので、眠れないと疲れが取れないって言ってるとは、寝つきが悪いとここのところの、ところが悪くなっちゃうということなんです。いいでしょう、こういう仕組みなんです。ジョーさん、だいたい雰囲気わかりますか。はい、最初にあの熱い温泉に入って、はい、あの最初の眠りに入るときが、こう深い眠りに入ったときが、こう疲れが取れる感じになるということです、はい、なのでここがこうダラダラっちいっちゃうと、なかなか深い眠りに入れない、はい、でこれ熱いお風呂に入ることによってスッと下がるところの効果というところ、あとであのデータ出しますんで、はいはい、私の、うん、なんか入った後の急になんかすごいなんか眠たくなって、はい、あの特にですね、あのパラの方たちはその下半身の筋肉のところにあんまりこう血が流れにくいんですよね。どうしても自律神経が少しと、それから痛覚とか音覚がちょっと分かりづらいですね。そうですね、感覚があのここから胸から下が我々麻痺してるんで、なのでね、ほんでずっと日常車椅子に乗った状態なんで、でね、血の巡りが良くない状態が続いてて、で、まあ、温泉に入るとですね、あの足結構伸ばしたりですね、でできるんで、結構日頃あの血が巡りが悪いとこまであの血が巡ってくるような感じがありますね、はい、あの脊髄の損傷のレベルで皆さんちょっと違うんですよね、そこの感覚とかはですね。そうですね、はい、でそれでどうしてもこう、まあ、よく足は第二の心臓とか言いますけど、そこのところに収縮があまり来ないような状況なんで、パラのアスリートの方たちは非常にそういうところでちょっとこう、それから汗がかけないですよね、下半身の。そうですね、あのもうこう感覚のない部分はもう全然全く汗が出ない状態で、もう汗かくとしたらこうあの感覚あるこ胸から上のところしか汗が出ないんで、温泉使ってたらあの5分ぐらい経っても顔からもすごい汗がだらだら出だしてきます、はい、あのですから、まあ、東京パラリンピック、オリンピックパラリンピック暑い時期にあるよということは、非常にこのパラのアスリートの方にとっては大変なことなんですよね。からあの観戦に来られる方もちょっと熱中症対策って言った時にそういう感覚もちょっといろいろあったりするんで、まあ、そういう部分でですね、非常にこう、パラの方たち のコメントとかそういうところは非常に私たちとしてはもうスポーツ医学やってる中でもなかなか分からなかったところなんで、我々は積層なんでちょっとあの
汗かく部分が結構あるんですけど、頸椎損傷の方とか首から下がもう全く汗かけないということで、非常になんか夏とか厳しいと思いますね、はい。まあ、ですからさっき言いましたけど、体で熱を作ってその分を手足から放散するというのが一番多いんですけれども、そこがちょっと弱点になっている方たちでね。あ、そうですね、まあ、ですのでちょっと寝つきも悪いので、そのさっきジョーさん眠りやすくなったというのは多分そういうところの部分がかなり大きかったんじゃないかというふうに。そうですね。で、まあ、ですので、まあ、いかにリカバリーを良くするかといったときに、その熱放散を良くしてあげて深部体温を下げてあげますよというところが、食べたり飲んだり、することはいろいろ大切なこといっぱいあるんですけど、その栄養のことも、まあ、確かに重要なことなんですけど、その栄養の効果を十分にしてあげる、だからリカバリーの効果を十分にしてあげるという意味で、寝つきをいかに良くしてあげますか、このクソ暑い時に良くしてあげますかということです。よく温泉疲れが取れるって言うんですけど、確かにぬるいお湯に長く使ってると疲れが取れたなって感じは確かにするんですけど、それこそ中学生高校生勉強忙しいですよね。そうするとなかなかそんなにのんびりお風呂に30分も40分も入ってる暇ないよってなるし、合宿所でそんなにのんびり風呂に入ってたら怒られますよね。でそういうところで行くと、でから毎日サウナに行けるわけでもないしってなってくると、別府はすごい熱いお湯というのを利用できるいい環境にあるよと、それからこういう形を利用できるよというところが、非常にいいところだと思っていただければと思います。で、もう一個筋肉がいい素材っていうやつをちょっと出しますけど、これは男性ホルモンです。今男性ホルモンはですね、スポーツの世界では、ドーピングにかかるかからないというところですね。普通男性と女性の境目は何ですかって言ったら、スポーツはですね、昔はですねセックステックといって、Y 染色体があるかないかというのを調べよう、でそれで性別を決めましょうというふうにやってたんですけど、それは今男女共同なんとかもありますし、それは、ね、差別になっちゃうので、今男女の差というのはですね、テストステロンが高いか低いか、テストステロンが高いのが男の人の方がテストステロンが20倍ぐらい高いんですね。で女性の方がちょっと低いので、そのテストステロンが高いよというと、テストステロンが高いとですね、筋肉を合成するタンパク同化ステロイド、女性にですね男性ホルモンを打ったらドーピング違反になるんですけど、それはタンパク同化ステロイドというような形になる。から、先ほど赤血球の話しましたけど、赤血球というのはですね、細胞の中で人間の体の中の細胞で一番多い細胞なんです。皮膚の細胞とか、骨の細胞とかいろんな細胞多そうな気がしますけれども、一番多いのは赤血球、人間の体の3分の1は赤血球でできてますから、その赤血球を作るときにタンパク質がやっぱりいるわけなんで、よく鉄分を取ったらねってなるんですけど、それよりはタンパク質合成が上がった方が貧血にならなくて済むよってことになる。その時の状況でいくと、もう一個ですね、全部のこの中にはですね、働くテストステロンと働かないテストステロンというのがある。で今回経理の方たちにやらせていただいて分かったのは、この全体的な量とそれから働く働かないをですね、夏の暑い時とそうじゃない時、筋肉つけるつけないという時に非常にこう皆さん個別にですね上がったり下がったり、本当は去年したデータからすると去年の人みんな結構上がってたんですけど、今年同じ効果が多分夏のクソ暑い時も有利テストステロンって効きますよというテストステロンが上がるんじゃないかと思ってたんですけど、実はですねあんまり今回上がってない。一人この方だけビヨンちゃう、ちょっとこの方病気がちょっとあったせいでちょっとこういうデータになってますけど、この人はものすごくビヨンちゃ上がったんですけど、その夏クソ暑い中で優勝されたらしいんですよね。なのでこの方はその効果が出てたんじゃないかというところで、この方はそうなんですけど、他の方たちは皆さんちょっと下がり気味になっててですね、これがいかに今年暑かったかというところを見ているのは、先ほどの、血管がこう拡張するかしないかというデータを見るとですね、去年暑かった8月の時期に検査された方はここなんですね。だから今年はほとんど皆さん暑いですね。夜の温度を調べたらですね、熱帯夜、25度以上の熱帯夜だった時に測ったデータがここです。で今年全部熱帯夜でした。ですのでいかに暑かったかですけど、そういう状況でいくとここの FMD の値、要するに血管の開き方がちょっと残念ながらあんまりいいデータ出てなかった。
で去年はここに涼しい時にやった時にはここに出てるということになるので、先ほど成績上位とかいみたいな、あのちょっと注意とかいう形で言いましたけれども、ここの能力というのはやっぱりその個人の選手によって上がる方と上がらない方がやっぱりいらっしゃるんだなということが分かってきましたので、今度どういうタイプの方が、追い込み型のタイプなのか逃げの方なのかとか、そういうところも含めてですね、筋肉はやっぱり皆さん筋肉は今多いよと言ったんですけど、いい筋肉の持ち主の方と、まあいい筋肉じゃないけど皆さんいいんですけど、その中でもクラス分けがあって、そういうところが効きますよという人と分かれるみたいなんです。ですのでそういう部分でいくと、まあ、一概にもうちょっと先ほど言いました競輪選手で筋肉がいいよという人よりももうちょっと絞って分けていかないとちょっと分かんないかなというところになってくるわけです。で、大竹さんはちょっとさっきやった上級の方ですよね。上級の方たちはもうそういう能力が高いのであまり効果として出ないような感じなんですけど、筋肉の感じとしては大竹さんのタイプはどんな感じのタイプって言えば、ちょっと説明難しいかもしれないですけど、筋肉のタイプ、一回遺伝子検査した時にはまあ、白と赤、瞬発犬は白筋が多いタイプでした、はい。ミトコンドリアの生産性は普通ぐらいで、血管の収縮も普通ぐらいな、あまり、例えば長距離の持久系と短距離、ちょっとどっちかって言ったら瞬発系ですね。瞬発系になる、はい。ジョーさんは実際はどんな方なんですか。もう昔から瞬発系で、はい。マラソンされる時は、マラソンする時はもう最初にパンパンパンって漕いで、でちょっと 休みながら漕ぐっていう感じで、こうやっぱ瞬発系の、瞬発系、はい、その競技の中でも瞬発系の走りみたいなのがやっぱそうですね。パーンってこう ある程度パーッとスピード上げてこいで、でちょっと休憩して、でまたそれをこうずっと続けていくっていう感じですね。だからもうどんどんこう、持久系の方みたいに一定のリズムでずっとこいでいく感じとはちょっと違うなっていうタイプかなと思ってます。まあ、じゃあある程度血管が収縮したりしなかったりするところがやっぱ強い感じの方が強い選手になれる感じですかね。そうですかね、はい。まあ、ここのその FMD というやつはその熱放散にも関係するんですけど、血管が開いてですね、その血管の、一酸化窒素というのが上がってくると血管が開くんですけど、その、あれと一緒のような感じになってますんで、こういうところの部分でいくとその質を効く人とやっぱりそうじゃない、それから暑い時はですね、やっぱりちょっと体のエネルギーとして筋肉つけすぎちゃうとエネルギーがいっぱいいるから、ちょっとあんまりこう筋肉がつけすぎないでしょうかというような感じになっているようなね、感じに今回はちょっとそういうふうに思ってます。で、次にですね、ちょっとポイントはですね、暑いお風呂に入るとなんで体に悪いって言われたか、体に悪いよって言われてるのはやっぱり血管系の要素と、それからあまり今度その体の中の脱水ですね、今熱中症とはいろいろ言われてますけど、その熱中症の状況はやっぱりその熱いお風呂でだらだら汗をかけばですね、そういうことになってしまうと、非常にまずいですし、その筋肉をちゃんとつけようとしてそういうことになっちゃったらまずいので、今回の一つのポイントはですね、脱水をちゃんと起こさないように前もってですね、今何でもプレーロードといってですね、前もって物事をちゃんといろいろしておきましょうかという形でやるのに、水分補給をですね、普通はお風呂から出たら喉が渇いたので、よく腰に手を当てコーヒー牛乳とかいうのがありますけど、ああいう形で水分補給をするんですけど、今回先ほどちょっと大竹さんに言ってもらいましたけど、体重の、体重かけ 10cc のお水、ですので体重の 1% になるんですけど、そのお水をですね、前もって1時間前から、大竹さん80何キロですか。85キロなんで 850cc、 かなりの量ですけど1時間前からそれをちょっと頑張って取って、それからお風呂に入ってください。体重の 2% 減ったら脱水って言われますんで、前もってそれをちゃんと飲んで入ってくださいよ。だから60キロにして 600cc で、という形で一応お水を飲んでいただきました。で、大竹さん、さっきちょっとハイボールの話しましたよね。ハイボールを、普通運動選手はアルコールはあんまり良くないですよって言われるのはですね、夜そのあまり要するに
アルコールをするとおしっこが出やすく、飲むと要するにおしっこが出やすくなって脱水になるから、まずいですよと。脱水になると先ほど言ったリカバリーが悪くなる原因になるのでというんですけど、大竹さんちょっと尋常じゃないですよね、ハイボール。あ、そうですね、まあ炭酸を1リットルか2リットル使いながらその後水割りにするような飲み方を してますので。あ、本当は、はい、本当はそういうのはおすすめできるのじゃないよっていうのは、本当はそういうアルコールいいですよとは言っていけないんですけど、けどそれでもスポーツ選手としてこうやれてるわけです。しかも年齢上がってもですね。でこの秘密はちょっとですね、だからまあ、お酒を飲んでもいいんですかとかよくスポーツ選手から聞かれますけど、あ、ハイボールは風呂入る前は飲んでませんよね、当然。あ、当然ないですよね。でこれ大竹さんの生データなんで、ちょっとこれは写真に撮らないでくださいね。でこれがですね、尿比重といって水分補給がちゃんとできてたかどうか、それからお風呂から出た後も体重減った分だけ水分取ってください、体重減った分以上に水取ってますよね。お風呂で2キロも体重は減ってないと思うんですけど、かなり取られてるっていう状況でいくと、寝る前にここの尿比重というのはおしっこが濃いか薄いかなんですね。おしっこがですね 1.03、 水が 1.00 出るんです。普通のお水は、おしっこは 1.010 というのは普通のおしっこです。で 1.030 というふうに超えるとかなり尿として濃くてですね、脱水になっているという状況になるんですけど、大竹さんすごくてですね、ほぼ水状態なおしっこの時も寝る前にあったりとかですね、こういう大体 1.05 とかこういう状況のおしっこで、これ毎日ですね、大竹さん測ってもらってちょっと大変でしたね。先生、数値が低い時は、はい、炭酸が1リットルであと水割りにしてました。試してみました。はい、ありがとうございます。言い訳じゃないですね。言い訳じゃないです。はい、研究のために水分としてはかなり取られているのは取られていることですね。あ、かなり取ってます。はい、ですので、まあ、少なくともこの能力が多分大竹さんを年齢が上がっても頑張らせるというか、頑張れる能力だと思います。私はよくドーピング検査っていうのをちょっと行くんですけど、ドーピング検査でですね、おしっこ出ない人っていうのはものすごく濃いおしっこでですね、もうサッカーの試合とかで終わってなかなか2時間も3時間も4時間もおしっこ出ませんっていう人がおるんですけど、その割合はですね、トリニータ今日勝ったんですよね、すいませんちょっと。J1、J2、J3 って行くとですね、J3 の方たちの方がやっぱ脱水になっ ておしっこ出ない人多いんですよね。なのでやっぱ能力とそういうところはかなり関係してくる余地になるんで、脱水にいかに、スポーツやって脱水にならないということは大事なことかとは思いますけど、これものすごい数字です。からよくあんまり水分取りすぎてもう朝ねってなるんですけど、この朝の状況でもこれ超えてるのないので、この能力はやっぱすごい能力で、これが大竹さんの凄さだというふうに結論しました。大竹さんいいですか。ありがとうございます。ということは大竹さんはハイボール飲んでも大丈夫ですので、まあだからちゃんときちんと水分補給をやってやるということはかなり大事なことですし、その筋肉をいかに保っていくかということは大事なことじゃないかというのを表した効果だというふうに思います。で、今度ちょっと先ほどの睡眠効果に戻りますけど、ちょっとこれがもうちょっと詳しく書いたやつになりますけど、こういう計算をしました。第一睡眠周期っていうのがですね、一回眠って深い眠りに入って今度上がっていってレム睡眠値になるところまでの時間を第一睡眠周期というふうに言ってます。で大体90分程度ぐらいなんで、ちょっとこの差がいろいろあるんでちょっと少し変えてますけど、その中のこのノンレム睡眠の深い睡眠中、ここの時間を割合を出して、この割合でどうだっていうところを見てる検査をしました。そうするとですね、先ほど鉄分の要するに高さがどのぐらい違うかというと、要するに体の中にちゃんと再合成をいろいろしてくれて鉄を蓄えている能力というのが、この横軸がさっきの深睡眠の割合です。深い眠りに入っている人の方がやっぱり鉄の回収がちゃんとできているよということが言えるので、やっぱりここの睡眠のところは非常にこう影響がしてきますよというところで、ここの部分が大事ですよと。
で、その部分を、改善していくことがやっぱり非常に必要なことで、熱いお風呂に入ってこの死因睡眠割合を多くしてあげることが、こういう持久力に関係しそうな鉄分とかですね、そういうところにもかなり関係してくる。めちゃくちゃな人がいますよね、この300とかですね、肝臓が悪いんじゃないかとかね、なんかそういうような人たちがこの中にこうめちゃくちゃいるわけなんで、こんなところの人が少ないでも100とかが当たり前になっている、こういう筋肉を持っている人たちなんで、競輪の方すごいねっていうところになっている。で、今度ちょっとパラのアスリートの特徴という形でちょっとその話をします。で、腕の筋肉と足の筋肉量というのは大体ですね、3倍程度ぐらい足の筋肉量が多いんです。ですので足の筋肉が、要するにかなり影響している部分があるので、これパラアスリートの方のこれちょっとデキサという形で体脂肪と骨格筋量って見てるやつですけど、こういう状況でちょっと少ない分熱の、例えば同じパラのアスリートでも車椅子の方と、ちょっと四肢欠損の方とかでちょっとかなりここがない部分結構違いますよということ。それから、よく最近ですね、ケニアとかエチオピアの選手が勝ちますよって知ってますかね、マラソン選手のこの間2時間1分とかで42キロ走る人が出てきましたけど、そういう人はですね、人種でですね、ものすごく足が長くて筋肉量が少なくてすごい経済的な筋肉量、要するに冷やすところが多くてという熱効率がめちゃくちゃいいよと。私の祖父がですね、関係ないですけど別府の秋葉町でですね、獣医を開業してました昔ですね。で、うちの親父も獣医ですね。私がもし獣医やってたら私7代目になるんですけど、うちの親父が昔よく言ってたんですよね、うちのじいさんは犬が好きなんで獣医になったと、俺は牛が好きで獣医になったと、お前は女が好きで婦人科やってるのかって。最近全然女の人見なくてこう男の人ばっかり見てるんで、その誤解がちょっと最近解けたかもしれない、すいませんね、余計な話であれなんですけど、動物のですね、進化の話って結構好きでですね、こういう体型になるのはどうしてかっていうのはですね、動物の世界で分かってます。これインドゾウです、こっちはアフリカゾウです。この絵見せるとこういう絵のことしか覚えてなくて帰る高校生が多いんですけど、末梢の要するに耳がでかいかでかくないかで、暑いところにいる動物の方が耳とか尻尾とか手足が長いで、暑く、インドが暑くないのかちょっと暑いですけど、そういうところのが耳が小さくて、だから四肢が長いですっていうのは非常に熱効率的には大事なことですよ。それからなるべく筋肉いい筋肉しといて、なるべく少なめな筋肉の方が持久系の競技にとってはいいですよということが今のところ分かってきてます。で、ここの部分がないですという状況とか、ここで汗がかけないですというのはパラのアスリートの方にとって非常に大きい状況になります。で、今回ですね、パラのパワーリフティングの選手で、ラオスの選手が来ていただいて、ラオスの選手、ラオスの方たち入浴習慣がほぼない方だったんで、その方たちに無理やり風呂に入れと言って無理やりお風呂に入って、その方たちはですね、同じパラのアスリートなんですけど、日本ちょっと少なくなったけどポリオの方なんです。ポリオと、ポリオってどう違うかちょっとですね、運動神経がちょっと麻痺する病気です。で、パラのアスリートです。で、その状況でいくと運動神経が麻痺してるけど、その代わりその汗がかけたりとか、そういうところはちゃんと保たれている選手になるんですけど、そのパラのアスリートの方たちに、お風呂に入ってもらう、まずこのさっき言った頸髄損傷とか脊髄損傷で汗のかき方がちょっと違うんですけど、もうこれ言っちゃっていいんですよね。パラのアスリートの方でシャワー浴と温泉入浴、新睡眠の比較ということですね。これがシャワー浴していただいた時はほとんど新睡眠がないで、無理やり入らせてみたらここの新睡眠がポッと出てる。で、ジョーさん、この後の結果がどうだった。アジア大会もですね、自己ベストを出して、アジア大会のホテルの時も、温泉入ってるって言ったら、温泉じゃなくて風呂に入ってるかって言ったら、
あの風呂入ってますって言ってましたんで、でその後あのアジアパラ大会ですね、パラ大会で、まあ、あの初めて優勝して金メダルも取ってます。はい、あの、はい、ありがとうございます。もうあの別府に来てですね、合宿してあの、まあ、よかったって言ってましたね。ですのであのやっぱりあのこの新睡眠っていうのがやっぱりこうお風呂 あのさっき競輪の選手の方たちは去年からやってるんでずっと常用を多分されてるんだろうなってあれですけど、短期的に1週間ぐらいでしたよね、こちらいらっしゃったのが。そうですね、ちょっと1週間ちょっと長かったんですかね、あの9日か、うん、10日ぐらいだったと思います。はい、でまあ、ですから来た時とあの帰る時でこんなこの何日間か取ってるんですけど、こういう形で深い睡眠が取れると、あの下の下半身が動いてないので、そこの部分の要するに 血流が良くなる、要するに、まあ、第二の心臓みたいな形でお風呂に浸かるというのは、サウナとの違いはですね、圧がかかって水圧かかってその水分が戻っていきますよという効果、それから足がむくんだりするのがちょっと防げる効果、いろんなところがお風呂の中入る、それから熱いお風呂に入ることによって睡眠が良くなったということでタンパク合成良くなってというような形で、うん、そんなに都合よく行くのかって言われたら都合よく行っちゃったんですよね。あの金メダルを取っていただけるようになるとは思いませんでしたけど、だからもう一人あの女性の選手も来られてですね、女性の方ちょっと筋肉量が少ないんで、女性の方もどうかって思ったらですね、やっぱり女性の方あの、選手の方は私は暑すぎてこんなの入れませんって言って、もうすごく眠りが悪かったんですっていうふうにおっしゃってたんですけど、実はこれ見たら、ね、眠りが良くなってたんですね。まあ、あのやっぱりその筋肉を動かしてない部分のところのやっぱあると、やっぱそういう効果としてはかなり出てくるんだなという感じでですね、でその状況を見ると先ほどの深い睡眠の割合はやっぱり介入後半になってくると、こうやって急にずっと増えてきて、深い眠りが30分程度だったのが60分程度ぐらい増えてきてます。だから血管内皮機能ってさっきの、一酸化窒素がというところはですね、 104% が 5% 前後ぐらいずっと上がってますよということなんで、血の巡りもものすごく良くなったということなんですので、今からですねちょっとパラアスリートのいろいろこうあの障害の程度の方がいらっしゃるんですけど、できればパラアスリート今あの障害者の方をお風呂に入れようというあの別府の温泉道の方たちもいらっしゃることですので、ぜひ協力いただいてパラのアスリートをなんとか、まあ、そのすぐに入れようというのはなかなか無理ですけど、そういう効果がおそらく出てくるよというところなんで、まあ、日本の選手もなかなかパラの形お風呂の中なかなか車椅子の中入りにくかったりするんですけど、そういうことをもし効果的にですねやっていけるんであれば、ちょっとこういうふうなことをしていきたいなというふうにちょっと思ってる次第ですね。それで熱湯のすすめということでやるんですけど、ちょっとねちょっとパクってきましたんですいませんけど、いきなりはまずいですということで、あの先ほど言いましたけどウォームアップをしてくださいということをちょっと言いたいと思います。それでですね 850cc も水飲むときはちびちび飲んでたら1時間で飲めないですよね。あ、もう無理やり流し込みますトレーニングと思って、はい、よくですねあの水分補給はこまめにしましょうと言うんですけど、こまめにするとですね胃の中にたまるだけなんですよね。なので腸にまで行ってくれない、胃から水を吸収してますっていう人はあまりいませんので腸から吸収するんですけど、こまめに水分補給だとどうしてもですね胃の中溜まっちゃうので、できればごくごく飲んでください。夏場はごくごく行くんですけど、秋口とか夏の初めの頃はごくごく行かないので、なかなかちょっとねそういうところがうまくいかませんよっていうところ、それから、運動と同じでですね、やっぱりその後クールダウンが必要なんですけど、まあ、一つはですねその後も体重が減った分だけちゃんと水分量を取りましょうと、それは炭酸でも、何でも構いませんよということなんで、まあ、体重減少する分をあの補給してあげましょうということが、必要になってくると思います。それからもう一つがですね、先ほどちょっと言いました自然に熱下げたいと。で、ですのでよくあのサウナに上がった時にサウナそのまま出てくる人いませんよね。
どうしてもやっぱり暑くてその水風呂に入って出てきますよということは汗の穴を閉めちゃうよということになるので熱放散が悪くなってくるので締めにですねやっぱかけ湯というかそういう熱いやつをやって出てきてください。で体の温度は急激に冷やさないで自然に、サウナはすぐ横に水風呂とか入ってますけど別府の市営温泉の横に水風呂併設っていうのはあんまりないと思いますので、あちわーと言いながら熱を冷ましていってもらったっていうのが多分いいことかとして、でそういうことでうつ熱を防ぎましょうかということが、いい効果につながっているんじゃないかというふうに思ってます。でどうしてもですね夏場は暑いのでクーラーをかけて寝るのはいいんですけどお風呂から出てすぐやると汗の穴閉まっちゃうので最初の寝つきの部分の1時間90分前後ぐらいは適度な温度でちょっと汗が引いた後にちょっと温度下がりやすくしてあげるという意味ではクーラー使ってもいいですよ。なかなか運動選手クーラーね使うと体に悪いからとかいうこと言うんですけどやっぱり体の疲れを取る意味で言うとちょっと少しねあんまりけどボー選手はクーラーを19度で寝てるっていう選手がボー選手ですけどいらっしゃってですね それはもうさすがにこうちょっとやりすぎかなですけど、まあ、その選手にとっては非常にそれがいいっていうことなんで、手足は冷やして体冷やさないようにしてその手足の熱放散を良くしてあげましょうということがいい効果につながってくるというふうに思ってます。で、まあ、あとその水道水か温泉かというところになるんですけどやっぱ日本の水道はどうしてもですね塩素がいっぱい入ってるんでやっぱお肌に悪いということで、まあ、最終的にはですねちょっとこう体保湿剤を早めに使ってあげましょうねというような形で、お風呂を使いましょうという形になりますけど、ちょっと先ほどバスクリーンの方がいらっしゃったんですね。バスクリーンも使ってはいかがですかというとちょっともういらっしゃいませんね、はい、COI はちゃんとしてますんで何もいただいてませんまだまだとか言うとあれですけど、で、そういう形でお風呂に入っていただいて、まあ、なるべくポイントはですね要するにいい筋肉を作っていい再生をしてあげないとということになってきますんで、そこの部分で、まあ工夫をしていければということで、まあ、今回のなんか全然医学的じゃねえじゃんって言われるとすいませんというところになるんですけどもうちょっと医学的雑誌にちゃんと出せるようなデータはまた今日はちょっと分かりやすくしたつもりでというところでごまかさせてくださいというところで、はい、私の提案として以上なんですが大竹さん、はい、筋肉は良くなった感じでしょうか。あ筋肉は以前より弾力性が出てきた感じがします。それは弾力性というのは どういうところで分かるんですか。あいや自分のこう触った皮膚感ですかね、はい、柔らかくなってきた気がします。いい意味でですよ。いい意味ですね、はい、ジョーさんはどうでしょうか。そうですね以前はなんかちょっとウェイトレス筋トレした後ですね100キロ、まあ 10発の何セットとかなんてやってってちょっと筋肉痛でシップとかしてたんですけどこの温泉やりだしてから結構温泉やりだしてから結構筋肉痛がですねあんまり残らんことになってですね、はい、で、まあ、最近もう毎日でも筋トレやれるような感じになってきてます。ということは多分来年被験者になるとあんまりいい効果が出てこないっていう形になったりするんでしょう。多分市長から多分来年もやれって言われると思うんで来年のネタをですねちょっとできればですね探さないといけないんで会場の方たちでなんかご質問とかあるとですねそれをヒントにですねいろいろ考えていきますんでどうでしょうか。ちょっと質問なんかないですか。ちょうどプロの、レジェンドの方お二人来てますのでそのレジェンドで行ける理由を聞いていただいてもいいですし、さっきめちゃくちゃハンドルの握り方とか の話でですねすごくこういろいろやってたハンドルの話しなかったですね。すいません。自分 のトレーナーしてくれる先輩とタイアップして今大体握り方が5種類あるっていうのが分かってきたんですよね。例えば大リーグにいた野茂選手なんかはこの3本の指がメインなんでこの指は力あんまり入れてないんですよね。だからフォークボールが得意とかで自分はハンドルの握りがこういう握りなので、まあ、ボーリング投げるときみたいですね。この握りでボールを投げると回転が綺麗な回転が出たりするんですよね。だから今
肘を痛めてる人たちはその自分の握りに合ってないところでもしかしたら投げてるかもしれない、そういうのもあるんで、まあ、野球の子たちがいるんでそれが分かってきたらちょっとこう先生とタイアップしてこう握った時の、関節の目いっぱい握ってても関節動くんですよね、自分の優先の指で握れば、それが分かるとすごい選手にどんどんなっていくんではないかと思っております。筋肉をつけていくよということで、僕別に筋肉オタクでも何でもなかったんですけど、最近なんか筋肉の専門家にちょっとなりつつあってですね、前はちょっと女の子の専門家だったつもりが最近はですね、身長とかですね、それからそういうところにどんどん変わっていってですね、最近産婦人科の先生からちょっとはぶられてるんじゃないかというぐらいそういう方に言ってます。先ほどもですね、非常にその握りをこのジョーさんにですね、こうやって握った方が上がるんじゃないですかというようなこととかね、ちょうどおっしゃってましたね。僕はまあ握りっていうかまあ、バーベル握れるんで、手を肘の位置がこう まっすぐですね、垂直にこうバーを押すっていう感じでこう、まあ、地面からこう垂直に両手で押し上げるって感じでこう手のあまり握りはこう力入れてない感じがするんですけど、軽くフォールドして、であと呼吸法を使ってですね、普通の人はこうベンチとかはこう無呼吸でやると思うんですけど、一旦息止めて止めてずっと我慢してグッと上げる感じですけど、まあ、僕らの場合はちゃんと呼吸息しないとダメだって言って思いっきり胸を吸い込んで下までグッと下ろして、で下から持ち上げる時にはフッてこう呼吸を使って吐き出す呼吸を使ってグッて持ち上げるとか、ね、やっぱ人間吐かないと、吸ったら吐かないとですね呼吸できないんで、そういうふうなやり方を打ち合わせやってる時にですね、この話ばっかりなんでなかなかそういう話でちょっと取り留めのない話になって非常に申し訳ありませんが、今回の、講演にも全然なってませんでしたけど、ちょっと皆様の中で参考になるところがあればというふうに思って、今回こういう話をさせていただきました。ジョーさん、大谷さん、どうもご協力ありがとうございます。皆さんどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲスト大竹選手、そして上院長に大きな拍手をお願いいたします。そしてご講演は松田隆夫先生でした。ありがとうございました。それではご講談いただきたいと思います。最近筋肉専門になられたという松田先生のですね、貴重なご講演をいただきました。スポーツをしている方にもね、そして家族の中にアスリートがいる方、それからスポーツをしている子どもさんを持つ方にとってもとても参考になるお話だったのではないでしょうか。お三方もう一度拍手でお送りいただきたいと思います。ありがとうございました。さて今日の第3回別府温泉アカデミアですが、シンポジウム、研究発表、そして3つの講演会など温泉の活用についてさまざまな角度から検証することができたのではないかと思います。ではですね、引き続き閉会式をさせていただきます。どうぞ皆様そのままでお待ちくださいませ。お待たせいたしました。本日の別府温泉アカデミアにご来場いただきまして誠にありがとうございます。それでは閉会のご挨拶をさせていただきます。主催者を代表し別府温泉アカデミア実行委員会実行委員長長野康弘別府市長より閉会のご挨拶です。皆さん本日は最後まで、こんなに大勢の皆様方に、ご出席ご来場いただきまして、この場をお借りして、心からの感謝と御礼を申し上げたいというふうに思います。
高校生の皆さん方も最後までちょっと眠たかったかもしれませんが、本当に聞いていただいてありがとうございます。多分、最後のあたりの話はですね、私も野球やってましたから、あ、なるほど、いい、なんか今後の参考になるなというふうに思いました。ぜひ、これからの素晴らしいプレーに役立てていただけるといいなというふうに思います。まあ、3回目となる温泉アカデミアでございましたけれども、今日も、1日に、まあ、ぐっと凝縮させていただいた関係でですね、まあ、本当に盛りだくさんの内容となりました。5つのプログラムがあったわけでありますけれども、ちょっと、まあ、おさらいといいますか、まとめをさせていただきたいというふうに思いますけれども、まずは、まあ、シンポジウムの、まあ、1番目のテーマでありますけれども、別府八斗の温泉資源保護の現状と取り組みということで行いました。別府市における温泉資源保護の取り組みの事例報告をもとに、コーディネーターの東海大学の斉藤先生、パネリストの環境省温泉地保護利用推進室長の山本室長さん、日本温泉地域学会の石川様と理事長の浜田様をお迎えいたしまして、ディスカッションを行ったわけであります。別府八斗の温泉資源保護の取り組みに対しては、山本室長から環境省が進める施策の観点から、石川先生、浜田先生からは他の温泉地における事例を含めたご意見をいただき、斉藤先生が取りまとめをしていただいて、持続可能な温泉利用に向けた資源保護の在り方に対してはデータを継続して取ること、適正な規制をすること、市民との情報共有や対話をすることが重要であるというアドバイスをいただきました。今後の別府温泉の取り組みに向けて大変参考になるご意見をいただきました。まあ、近年は特に、別府の温泉を取り巻く環境というのは、地熱発電等が大変に、まあ、多いという中で、まずは利活用の前に保護していかなくてはいけないということで、具体的に来年度からは温泉資源の保護に向けた、基礎データを取っていくと、何を知るにしてもですね、その温泉を今どれだけ資源の量としてあるのかと、地下での話なので、地下が一体どういうふうになって、どれぐらい、どこが温泉資源が豊富でどこが少なくなっているのかというような、まあ、そういった基礎となるデータベースがないので、まずはそれを作っていこうということで、来年度から具体的にそこに取り組んでいきたいというふうに思っているところであります。続きまして、研究発表といたしまして、株式会社バスクリーン様の製品開発部開発3グループ長博士の石澤様から、温泉成分と日々の健康入浴法ということをテーマといたしまして、研究結果を発表いただきました。長年の研究データをもとにした健康的な入浴法についてのお話がございました。入浴と睡眠の関係として、入浴で体全体を温めて、その後の体温低下が良質な睡眠へつながるとのことで、これは先ほども松田先生のお話にもありましたが、体温上昇は年齢によって異なり、その人に合った入浴法を続けるということが大切だということが分かりました。続きまして、午後に入りまして、新観光立国論の著書でありますデイビッド・アトキンソンさんにご講演をいただきました。温泉地別府でのインバウンド向け体験型観光ということをテーマに講演をいただいたわけでありますけれども、デイビッド・アトキンソンさんからは、人口が減っていく日本におきまして、移民というリスクを負うことなく経済効果が望めるのは、短期間だけ日本に滞在をしてお金を落としてくれる外国人を増やしていく観光立国ということが、まあ、合理的な考え方ということでありました。観光立国の4条件として、気候、自然、文化、食事というものが挙げられたというふうに思います。日本が持つ最大の強みは自然であるとの言葉もありました。自然の恵みである温泉を古くから活用してきた温泉文化のある私ども別府市にとっては、やはり温泉を核としてどう付加価値をつけて、どのように提供していくかということを考えていく必要があるなというふうに感じた次第であります。これから増加が予想されるインバウンドのお客様にも安心して別府市での滞在を楽しんでいただけるようなアクティビティについても、今回のお話を踏まえて検討していきたいというふうに思います。実際に別府市においても今年度予算を、まあ、取りましてですね、
新しい、どちらかといったらアジア圏のお客様も大変来ていただいて、それはそれとして本当にありがたいことでありますが、まあ、戦略的には先ほどアトキンソンさんの話にありましたように、遠くから来るお客さんというのはそれだけ滞在日数も増えて、お客様の単価としても上がってくると、そういうことでやはりお金をかけるところというのがですね、今までの、お客さんよりもちょっと違ったところにあると。その中でやはり顕著なのは、例えばMTB、 例えば自転車に乗って、こう遠くまでこう行ったりですね、魚釣りという話も出ましたし、その他あのトレッキング、まあさっきのテーマ、まあ、映像にもありましたけれども、まあ、岩をこう登っていくと、まあ、ああいったこうアクティビティというやつですね、ああいったものを、まあ、しっかり作っていって、お客様に提供して、それでもって、稼いでいく観光を作っていくと。そのためにはああいったアクティビティ作りが重要であるということで、まあ、アトキンソンさんを、まあ、招聘しての講演会ということになりましたけれども、まあ、ああいったアクティビティをですね、しっかりとこれから、別府市でも作っていくと。それは改めて作っていくということよりも、むしろ今あるものをいかにして活用していくかということに尽きるんじゃないかというふうに思いました。引き続きまして講演会として、今年は温泉地とビジネスパーソンの業務効率向上 をテーマにいたしまして、日本航空株式会社経営企画本部の地域活性化推進部の部長武田様にご講演をいただきました。10月に別府市の神奈川温泉で実施したモニターツアーの参加者の感想を踏まえて、癒しと仕事の、それぞれの時間を共有する新しい働き方についてのお話を聞くことができました。ダイバーシティ推進のために必要な働き方改革を車の両輪といたしまして、多様な働き方を認めて受け入れる仕組みを作って活力を生み出していこうと、まあ、そんな取り組みであります。別府市も今回いただいたご意見を参考にして、滞在中に遠隔でも仕事ができるような受け入れ環境について検討して、新たな客層に対して、温泉や食の魅力を発信をしていきたいというふうに思っているところであります。そして、最後の講演であります。筋肉マニアになった松田先生のお話でありましたけれども、松田先生、非常にですね、あ、いらっしゃいませんね、はい、松田先生、非常にですね、なでしこジャパン、もうね、ご本人も言っておりましたけれども、女子 のサッカーなでしこジャパンの、まあ、帯同ドクターとして非常にご活躍をいただいて、私も別府にそんな方がいらっしゃるなんて思ってもなかったんですけれども、松田先生にですね、それ以降いろいろと、まあ、お願い事ばっかりして、まあ、非常に川澄選手とかですね、いろいろな、女子アスリートが別府に来てキャンプをするというようなことも、松田先生がいてくれればこそできることなんですね。まあ、女子アスリート専門で、女子のことしか知らない人にこう、ね、男性の方を筋肉流々の人をこう、マッチングするとどうなるかといったら、すごい化学反応が起こりましてですね、まあ、素晴らしい成果が得られたんじゃないかなというふうに思っております。まあ、これは昨年に引き続きでありますけれども、トップアスリートと連携した温泉入浴によるリカバリー効果の検証ということがテーマでございました。西別府病院の松田先生から、また大竹選手、まあ、上院長をお迎えしてのご講演でありました。松田先生は今年の7月から8月にかけて、競輪選手やパラアスリートを対象に検査を行った結果、疲労回復に欠かせない睡眠の質の改善に効果が得られたということを発表をいただきました。被験者である大竹選手、また城選手からは感想や体験談が、まあ、紹介されたわけでありますが、また先ほどお話ありましたけれども、被験者としてちょうど、合宿に来ていただいておりましたパワーリフティング パラパワーリフティングの、ラオスの代表選手がですね、検査終了後に出場したアジアパラゲームで見事金メダルを獲得するということもありまして、これも、少なからず別府の温泉のこの効果があったんじゃないかなというふうに思っているところでもございます。温泉入浴は温泉文化のない海外のアスリートや下肢に障害のある方にも効果があるということが改めて紹介されたところであります。2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技会が夏に開催されることや、夏に調子を落とすアスリートが、まあ、多いということから、引き続きこういったエビデンスを蓄積をしてまいりまして、
国際スポーツキャンプの誘致等につなげてまいりたいというふうに思いますし、こういった得たデータをですね、私たちだけでこう持っているということではなくて、幅広くアスリート、またパラアスリートの皆さん方に提供することによって、パフォーマンスの向上ということにもしっかりと私どもは貢献をしていきたいというふうに思っているところでございます。皆様方のご協力によりまして、日本一の源泉数湧出量を誇る別府市において、大切な資源である温泉を守りながらいかに有効に活用していくか考える今回も貴重な機会となりました。今後も多岐にわたる研究、温泉研究を継続をいたしまして、さらにこの、別府温泉アカデミアをステップアップさせていきたいと考えております。結びになりましたけれども、ご参加をいただきました皆様、またご準備にご協力をいただきましたすべての皆様に感謝と御礼を申し上げて、皆様のご多幸ご健勝を記念申し上げ、閉会のご挨拶とさせていただきたいと思います。最後までご参加ありがとうございました。別府温泉アカデミア実行委員長、長野康弘別府市長より閉会のご挨拶でございました。今市長がまとめてくださいましたけれども、この温泉アカデミアを通して、観光ですとか生産性の向上、リラックス効果、そして健康、筋力のアップと、さまざまな恵みをもたらすことが分かってまいりました。この温泉という大切な資源をこれからも守っていきたいと思います。では以上をもちまして、別府温泉アカデミアを閉会とさせていただきます。本日のご参加誠にありがとうございました。それでは皆様どうぞご参加ください。ありがとうございました。